はい、始まりましたマイクラジオの時間です。今回も寄せ集めて動画を作っちゃいましたんでやっていきましょう。私が FB37 です。そして寄せ集めの男キックマックスです。ハルモットです。よです。では寄せ集め集団 MSSP が頑張っていきます。エヨヨの暗黒時代って何やってたの？将軍かな。なんだ？なんだ暗黒いいじゃん将軍。いやもうあれですよ、もう戦国的なもう血がすごい出てたんで。ああまあいいんじゃない？ところどころから。しょうがないじゃん戦国時代だったわけ。えところどころから。時代だからね。えところがどっこい？お前のところどころから血が出てたの？そう。戦国だからじゃないでしょ、なんか、なんか病気じゃないの。それ病気っすよ。いや、やっぱ、でも、みんな戦ってたから。ああ、やっぱ、傷を負ってってこと？そう。でも、将軍なのに、そんな前線に行ってたんだね。やっぱ、将軍は前に出て戦わないと。あ、そうなの？なんか、イメージ的には将軍は、なんか、後ろの方でなんか指揮取ってるイメージだけど。確かに。そんなに。だって、指揮なんか無理だから、とりあえず、前に出ときゃ。あ、マジで？そういう将軍だったの？なんとかなるかなと。甲冑とかどんな甲冑着てたの？あ、甲冑はね、あの、全部プラスチック。すげえ！すげえ！すげえ！時代がやばい。ああ。重いと、ちょっと動けないから。え、強化プラスチックですか？いや、普通の。普通の普通のプラスチックだったら、そりゃ、血だらけにもなるわな。なるよ。それはさすがに厳しいんじゃないですか？やっぱコストも高いからね、あの普通の甲冑は。プラスチックは、もう安いから。なんで将軍なのに、コストの安いもん着るんですか？他のね、その戦ってる皆さんのことを考えて。皆さんの装備は良くして、僕はもうプラスチックでいいなと。めっちゃ。という考えですよ。おー、部下思い、ね。上司の鏡だね。な。そうやね。でもそういう組織ってあんま成功しないよ。なるほど。一理あります。朝なった。将軍として慕われてた？ちゃんと。ああ、もうもちろん、もう。みんなパンくれたし。パン？え、鳩なの？将軍は鳩だった説？ああ。これ食いなって。え、だから鳩やろ、それ。パンクズもらってたのに。いや、クズじゃない。え、クズだったってこと？クズじゃない。俺はクズじゃない。メロンパン、めっちゃくれたわ。お、メロンパンくれたんだ。優しい。鳩とかスズメって雨の時どこにいんの？漫画喫茶。マジかよ。とかじゃないの？なんか気軽だし。まあ。気軽は気軽だね。15分単位で入れるしな。うん、シャワーもついてるしね。あとの真似しよう。ポッポッポーポッ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 あ、石にされる。ドアブラって魔界の王のくせに弱すぎね。魔界ってクソ。けどセルレベルだからね。マジで。いや、もう。そんな強いの？いや、それはセルレベルは強いでしょ。でも魔界だぞ。魔界ってだって、天界みたいなもんじゃないの言ってしまう。その中の王がセルレベルって。禅王ぐらい強くてもいいんじゃないの？あ、でも禅王は何？魔界とかも全部ひっくるめての王様か、あいつ。それは強い。ゼンちゃんはもう何でもできるから。うん。キックン、ゼンオについて話して。キックン、ゼンオについて話して。何？ゼンオについて話して。ゼンオについて教えて、俺たち。ね。え、ゼンオ。ゼンオについて教えて、俺たち。頼む。ゼンオについて。キザルが。いや違う。それワンピースだよね。え？それワンピース。いつものワンピースネタじゃないの？違う。ドラゴンボール。ドラゴンボールの全王について教えて。ドラゴンボール。
ドラゴンボール。それ Z。スーパーの話してるから今。ドラゴン。トゥ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 。トゥ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 。Z、その Z。トゥ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 。Z。くそ。くそ。あ、サイヤ人の誇りを。それも Z。キク身勝手の極意について教えて。身勝手の極意は、とにかく働かずにニートを極めることになって。身勝手すぎる。身勝手だ。やーべー、それは身勝手だわ。これは合ってたでしょう。それでもちょっと間違っちゃいないけど、それでも現実世界の話だよね。俺はドラゴンボールスーパーの話をしてるから。あー、スーパーか。まあ強いんじゃないの。じゃあ今ルフィが習得しようとしてるあの技についてちょっと教えて。お願いします。頑張りのパンチ。何それ。頑張りのパンチ。ダッサ。割と当てに行ってもいいの。いいよ。いいよ。最近のワンピースの状況からしてルフィよりやっぱ強いやつが出すぎたと。はあ、うん、ってことは一度初心に帰って亡くなったシャンクスの腕。はい、違う。ドゥ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 。むずいだろ。泣き言言い始めた。ルフィ、最近得得。最近。Facebook でも探してんのか、ルフィの。ルフィがゴムゴムの実を食したタイミングはなんと7歳。最近の話は？最近って書いてたけど。いやいやいや、それは昔。いや、7歳の話でしょ。7歳の話でしょ。それがどうしたの？でもそれ、ね、ちょっと待って。解説ページが長い。下から見る。タンクマン！は？いつの話してんの？ワンピース、ラン、強さランキング。ああ、逃げた。強さランキング。強さランキングに逃げた。逃げた。お、最新版だ。とりあえず1位だけ見ればいい。こういうのは一番最強を知ってれば話題についていける。1位はゴールディ・ロジャー。<笑 >1 位ロジャーなんだ。ロジャーなんだ。ゴールディ・ロジャー強さわかんねえんで1位なのおかしない？まあ、海賊王だからってこと。2位はカイドウ。あ、やっぱカイドウね。まあカイドウ現時点では1位でもいいと思うけどね。え、サボ9位なんだけど、そんな強いの？サボって。サボ強いね。まあ多分、まあ、サボは何の身の能力者でしょうか。はい、キッカーさん。ね、とにかくすごくて、メラメラの実。ああ、こいつ見やがった。見んじゃねえよ。まあ大体ワンピースは俺に聞けばわかる。エースの実の能力はファイヤーパンチ。間違ってないでしょ。でもいや、もう間違ってるね。なんでよ、危険のエースじゃないの。いや、名前はそうだけど、食べた身の名前はファイヤーパンチじゃん。食べた身の名前はファイ、ファイエース。あ、ごめん。あれ、そうなんだよね、メラメラの実よ。あれ、でもメラメラ実2個重なったりだよ、サボと。なんでおかしくない？サボがサボってる間にエースが食べた。クソな理由。
ちなみに最強の技は炎帝だから。知ってます。え、マジで炎帝どのタイミングで使ったか知らないでしょ。炎帝はもういよいよやばい時に使った。まあ確かに間違っちゃいないけど。まあ間違っちゃいない。それは間違っちゃいない。それは間違っちゃいない。いよいよやばい時に使ってた。まあ俺はこんぐらいはね、やっぱワンピース博士って言われてるんで。さすが。誰と戦った時に使ってたの？とにかく強いやつ。まあ弱いやつに使ってもね。そうはね。まあ確かに。まあ赤犬なんだけどね。違うの？あれ炎帝って赤犬使ったっけ？いや。違うね。黒ひげだね。黒ひげだよね。あー、まあなんか危機一発だったね。え？いや。次の質問は？え、じゃあエースとその黒ひげ戦ってどうなったの？まあすごい戦いだったよ。エースはすべ力のすべてを使い切り、黒ひげにワオと言われた。ワオ、ワオ。黒ひげ余裕あるな、まだ。まあ黒ひげ強いからね。お前真のワンピース博士の恋するワンピースの作者の人に怒られるよ、本当に。恋するワンピースの人の作者の問題を教えてやろうか。うん。ワンピースは2回だけキャラにトーンが使われてんだけど、そのうち1人は誰でしょうか。1人が、1人が誰だっけ。もう1人がね、なんかね、シャンクスじゃなくて誰かなんだよ。で、その人は有名なんだけど、もう1人すげえ、マイナーってわけじゃないんだけど、そうそうわかんない人に使われてる。それはね、難しいよね。さすがにキックンレベルでもわかんない？いや、なんか俺が先に言っちゃうと、お前らすぐ言ってくるでしょ。いやいやいや。知ってたみたいな。いや、大丈夫ですよ。どうぞ先に。僕知ってますし。マジで？僕はまあ、いや、お前もやるな。お答え見たんで絶対わかんない。でもキックンはね、はっきり言うけど知ってるキャラだよ。マジで？ああ、知ってる。普通に。りょうさん。さあ、こいつ見やがった見るなよ。え、どういうこと？だからりょうさんが ゲスト出演した時にトーンを使った。そうなんだよね。あーって言ってたよ。ウサギって人参が好きだって言われたけど、実はそうじゃないって知ってた？知らない。何好きなの、ウサギさん？ウサギはね、本当はね、ナス科の方が好きなのよ。金か。みんな好きだもんな。ウサギ仕方ねえよ。本当に好きなもの。あ、フルーツ系も好きなんだぞ。金とフルーツ。金とフルーツだったらもうなんか。それだったら。キャバ嬢だ。そうだね。イメージ的にはそうなるな。MSS プロジェクトの動画をご覧いただきありがとうございました。危な MSS プロジェクトはですね、YouTube そしてニコニコ動画にですねチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。お願いします。ですね、登録ボタンの方はこちらとかこちらとかこちらにあると思います。あと下の概要欄、説明欄にはですね、URL を貼っていると思いますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。くそ。